子供を思う親の気持ちってすごいんだな。そのようだな。母さんはディザイアンから俺を守って死んだのかな。お前は母親が亡くなった時の記憶がないのか。俺まだ3つだったんだぜ。ほとんど覚えてねえよ。そうか。ならば気に病んでも仕方なかろう。亡くなった母の分まで生きるしかないだな。とっとと片付けちまおうぜ。そうだよ、こんなところ長くいたくないよ。確かにいい気分ではないわね。ディザイアンたちの施設にいるのは。ああ、急ごうぜ。
悪かったな。どうしたロイド。強い敵と戦うためにはもっと知らなきゃいけないことがあると思うんだ。なんだよロイド、お前はもっと強くなる。え、思慮の伴わぬ剣を振るい続けるのは容易だ。波の敵ならそれで肩もつこう。だが本当の強敵と相対した時には通じません。ロイド、お前はそれが分かりつつある。だからお前はもっと強くなるだろう。そうかな。強くなれロイド。Thank you.
これなら楽勝だな。聖なる翼、ここに集えて神の御心。ダメだよ。信じた。器が知れたな。
ラを放せ。せくなよ、隙ができる。子供と思って舐めないでよね。あなたたち、助けに来てくれたの？うん、怪我はない？大丈夫？ええ、大丈夫です。巫女様、皆さん、本当にありがとう。いや、そんな。気を緩めるな。我々はまだマグニスを放置したままなのだからな。総督府のニールがここに収容されている人たちを連れて脱出しています。私たちは管制室を抑えて彼らを安全に脱出させないと。ドア様がいよいよ動き出したんですね。ああ、まあ管制室かどうかわからないけど、この部屋の奥にはキラキラ光る壁とか魔法みたいなものがたくさんありました。ご案内します。少々危険かもしれないけれど、お願いできて。はい、こちらです。管制室か。ようやく到着か。天から見放された巫女と豚どもが。天から見放されただと？天から見放されたのはマグニス、お前だ。ここで叩きのめしてやるぜ。所詮は豚の浅知恵よ。お前たちの行動は筒抜けだ。劣悪種どもが逃げ出そうとしているのもな。なんであんなところにニールが入ってるの？あれは投影機、魔化学の産物だ。遠くの人や物を映し出す装置よ。これに私たちも映っていたのね。ああ、閉じ込められちゃったよ。無駄無駄無駄。お前らの行動は何もかも無意味なんだよ。無意味なんかじゃない。今からお前を倒せばみんなを助けられるじゃないか。よくそんなことが言えるな。イセリアでの厄災はお前の無駄な行動のせいだろうが。
これは。そうだ、投影機に映っている連中で、あの時の再現をしてやろうか。バイオ体に埋め込んだエクスフィアを暴走させて、化け物に変えてよ。やめろ。遠慮するなよ。お前が殺したあのパパ、マーブルのようにしてやるよ。マーブル、マーブルってまさか。そうなんだぜ、ショコラよ。お前の祖母マーブルはイセリアの牧場に送られ、ロイドに殺されたんだ。無残な最後だったそうだぜ。待ってよ、違うんだ。ロイドはマーブルさんを助けようとしてくれたんだ。でもデザイアンがマーブルさんを化け物にして。ロイドが殺した。嘘。ショコラさん。クソ、ショコラを離せ。放っておいて、おばあちゃんの仇になんて頼らない。それぐらいならここで死んだ方がマシよ。死ぬなんてこと言っちゃダメだよ。どんな状況だって死ぬより生きてる方がいいよ。絶対私のことはドア様が助けてくださるわ。放っておいて。そうか、ドアにな。まあいい、それで行け。待て。恨まないでよね。邪魔しないで。このマグニス様が相手よ。エルフの血を捨てられねえ愚か者ともども、巫女を葬り去ってやる。生きて帰れるとは思ってねえだろうな。受けてみろよ、エラプション。ここに集えて神の御心を示さん、エンジェルフェザー。受けてみろ。キレッファイルチ。ここに集えて神の御心を示さん、エンジェルフェザー。キレッファイルチ。それ、キレッファイルチ。人権に暴れ。無駄だ。決まれ、ライトリング。ここに来。どうぞ神の御心を示さん、エンジェルフェザー。レイブランス。レイトラスト。
神剣ファイアボール、決まれ、ライトニング、ここに集えて神の御心を示せ、エンジェルフェザー、神剣コロさらなる力、ここに集えて神の御心を示せ、行きます、エンジェルフェザー、決まれ、アハエイチ、無駄無駄、愚かだからだ、マグニスよ。クルシスはコレットを巫女として受け入れようとしている。何？そうだ、コレットは世界を再生するんだ。お前らなんかに負けるかよ。そうか、お前が。では俺は騙されたのか。ライド！くそ！これで収容されていた人たちは逃げられるはずよ。彼らに埋め込まれているエクスフィアはどうする？要の門がなければいずれは暴走するぞ。エクスフィアを取ればいいんじゃないの？要の門なしのエクスフィアは取り外すだけでも危険だ。扱えるのはドワーフだけだろう。じゃあ大工おじさんにお願いすればいいよ。そうだな、親父に連絡を取ろう。詳しい話は後よ。とりあえずここを自爆させます。よろしい？マジかよ。姉さん、そんなことしたら。少なくともこの辺りのディザイアの勢力は減退するでしょうね。叩くなら徹底的にやるべきです。姉さん、忘れないで、ジーニス。彼らと私たちは違う。違うのよ。自爆時間を10分後にセットしました。急いで避難しましょう。フォステスに知らせなければ。俺が生きているうちに。
ポシテス様に連絡を取られては困りますな。わしのやろうとしておることが筒抜けになってしまいます。ロディラ、てめえよくもこのマグニス様を騙したな。ミコの抹殺命令が出ていたのではなかったのか。金塊集めといい、ミコ抹殺といい、あなたは本当によく役立ってくれましたよ。あの世に行ってもどうかお元気で。くそ、ユグドラシル様、必ずや我らハーフエルフの千年王国を。マグニスか。どうしたのロイド。なんかあいつ最後おかしくなかったか。騙されたという言葉か。何に騙されてたのかな。今となっては確認のしようがなくてね。あ、わかった。何がわかったんだ。マグニスは偽巫女の皆さんを本物の巫女だと思ってたんだよ。そうか、辻褄が合うぞ。辻褄は合いません。だったら今頃偽物が殺されていたよ。先ほどリフィルが言っていた通りだ。確認はできぬ。しかしマグニスは死んだ。それでいいのではないか。そうだな。それにしても辻褄が合ってると思ったのにな。Thank you.
ショコラに誤解されたままになっちゃったね。でも本当のことだ。悪いのはディザイアンだよ。ロイドは何も悪くないよ。中途半端な善意は悲劇を生むだけだ。何？正しいことをしようと思うなら、それに伴う力が必要だ。お前たちにはそれが欠けていた。力不足だったわけだ。ひどいよ。ロイドは、ロイドは。もういい、ジーニアス。悔しいが、確かにクラトスの言う通りだ。俺は、あの悔しさを忘れない。マーブルさんや、村の人の命を失ったことを、忘れない。そうだ、それでいい。強さや力は腕力だけではないのだ。罪を認める強さ、忘れない強さ、それも必要だ。